こんにちは、のぶです。では715日目、左足のアウトサイドチャレンジ100回、今日も、まずですね、当面の目標である47回、いけるように今日も頑張っていきたいと思います。やっぱりポイントは最近思うのは、まあもちろん、3つぐらいあって、まあ、ボールと体との距離ですね、近すぎず遠すぎずっていうところと、あとまあおへそぐらいの高さでボールを蹴る。でやっぱりポイントがやっぱりこのボールが当たる面ですよね。この足のこの面がやっぱりこうなんだろうな、ボール地面と平行で真上にこう上げるっていう、これがやっぱりできてないので、まあどうしてもこうね、平行でこう蹴れば上に上がるっていうね、そこなんですよね。やっぱりそのボールとの当たる面、これがあの足の当たる面がやっぱり平行じゃないとダメなのかなと思います。まあね、そこちょっと意識してやりたいと思います。で、あとはお知らせということで、今あの質問募集しています。いつもあの応援していただいているフォロワーさんと、まあ、交流がしたいなと思うので、神々ですね、なんかで質問を募集しています。で、まあコメント欄に書いていただければ嬉しいです。で、期限は2021年の11月3日までとなりますのでお願いいたします。で、まあ動画になるかと思うんですけれども、回答していきたいと思いますのでよろしくお願いします。では早速いきます。左足のアウトサイド、
かったんですけどね、途中まで。